今回は、私のお気に入りの1台である日産アリアを見てきましたので、紹介していきます。それでは行きます。ナウローディング。まず、日産アリアの各グレードごとの販売状況ですが、2024年2月時点でこのようになっています。リミテッド仕様については、B6 よりも先行して限定発売しましたが、多くの人が B6 を購入していることがわかります。B6 と B9 では、B9 の方がバッテリー容量が大きいのですが、まだリミテッド仕様しか国内には出ていないようです。ということで、今回紹介するアリアは、人気グレードは B6 で、ボディカラーはミッドナイトブラックです。特別塗装色で、スクラッチシールド付きです。フロントフェイスから見ていくと、シグネチャー LED ポジションランプが目立っていますね。このデザインが、日産のオーラやエクストレイルにも継承されています。サムライソードのようで日本らしさを感じます。このボディカラーだと配色がわかりづらいので、アリアのニスモ仕様も並行して説明していきますが、中央のフロントグリルならぬ、フロントシールドには、日本の伝統的幾何学模様組子を立体的に表現しています。電気自動車のため、空冷用のグリルを使わなくて良いので、デザインもガソリン車とは異なり、自由度がありますね。フロントフェイスにおいて、B6 グレードとニスモ仕様における違いとして、まず、ソナーの形が異なりますね。こちらが B6 グレードになりますが、ソナーの位置がややボディ内側に配置されています。おそらくですが、空力性能を意識して、風の流れに抗わないように、ボディライン内側にソナーを入れ込んでいると思われます。しかし、ニスモ仕様では、ソナーでの検知を重視したのか、ソナーがヘッドセットマイクのように飛び出していますね。続いて、ボディの加速が異なり、B6 グレードでは、バンパー周りがスッキリしていますが、ニスモ仕様では、バンパー下にニスモ専用のアクセサリーが装備されていて、スポーツ感が増しています。ニスモということで、赤いラインをボディ側面に沿わせて、デザインされているのも特徴ですね。続いて、サイドから見てみます。B6 グレードのサイズは、全長 4595mm、全幅 1850mm、全高 1655mm です。オプションのプロパイロット 2.0 を装備すると、全高は 1665mm になり、10mm ほど高くなります。詳しい理由は不明ですが、カメラの画角が、プロパイロットの仕様によって異なっていて、それで全高も多少変わっているのかもしれませんね。一方、アリアのニスモを見てみると、B6 グレードのニスモ仕様で、全長 4650mm、全幅 1850mm、全高 1665mm でした。前後からプロパイロット 2.0 を搭載していることが考えられますね。ニスモ仕様では、赤いラインがサイドロアにデザインされていますね。このボディカラーではわかりづらいですが、ミッドナイトブラックを見てみると、シルバーのラインがフロントからリアまでデザインされていて、ここでもサムライソードを意識している様子が伺えます。あのフェアレディ Z でも採用されていたデザインで、気がつくと鳥肌が立つかっこいいデザインです。フロントサイドから見ていくと、分割線が、ヘッドランプとフロントシールドに沿わして、シームレスに流れていますね。これまで見てきた車種の中では、こんな分割ラインは見られず、それゆえか高級感があります。こちらにも分割線がありますが、なぜかこちらの分割線はあまり目立っていないのも不思議です。そして、ホイールアーチトリムですが、ブラック塗装されていますね。ボディカラーがブラックなので、ニスモ仕様で見てみると、はっきり塗装されていることがわかります。フロントバンパースカートと同じカラーなので、ホイールアーチトリムとのつなぎが綺麗ですね。続いて、タイヤに注目してみると、ニスモ仕様では、アルミホイールをブラック塗装した見栄えになっていますが、通常 B6 グレードでは、樹脂製のシルバーパネルと外付けしていますね。スポーティさを重視するか、近代的なスタイリッシュさを重視するかで、好みが分かれそうですね。タイヤのサイズ比較をすると、タイヤの幅は 235mm、扁平率は55、タイヤサイズは19インチでした。サイドリアは、少し上面が下側に傾斜していて、空気の剥離を少しでも抑えようとしたデザインですね。スポイラーが装着されていますが、リアガラスとの高低差も少なくなっていて、美しい見た目ですね。余計な分割線は見られず、バックドアとの分割線が実はここにあるのに、横側から見ると、ほとんど見えない。ボディのくびれもはっきりしているのも見どころの一つだと思います。あのアリアのくびれはモデルさんの手の置き場にも良さそうですね。これは東京オートサロンの映像ですが、このモデルさん、非常に人気が高かった。そして、リアに移ります。特徴の一つは、リアコンビネーションが横に繋がっている点ですね。
先進的な動きや機能があることを漂わせるインテリジェントなイメージを主張しているようで、何度も見てしまいます。このランプの特徴としては、サイドはやや白光りしていて、中央へ行くほど赤黒く点灯していました。この LED の使用上そうならざるを得なかったのか、あるいはデザイン的にその方が見栄えがいいのかはわかりませんが、ターミネーターみたいでかっこいいなといった印象です。続いて、ニスモ仕様のリアを見てみると、コンビネーションランプの横筋とニスモのリアバンパーロアの赤い筋が印象的ですね。リアバンパーロアに近づいて見てみると、周囲のブラック塗装が、この赤いラインを引き立てているようにも見えます。よく見ると、リアリフレックスリフレクターは別で装備されていました。ここで、後続車のライトを反射して、アリアの存在を認知させるというわけですね。また、ニスモ仕様だと、スポイラーがもう一つ装着されています。では、バックドアを開けてみます。日産の S の下にボタンがあります。ナンバープレート用のランプは2つついていますね。開きました。リモコンオートバックドア機能付きで、左側にボタンがついていますね。トノカバーのような荷物隠し用の板もついています。ラゲッジスペースはこんな感じで、板が上下に2分割されていますね。それでは、各部位の詳細を見ていきます。まず、リモコンオートバックドアですが、ダンパーが非常に大きいですね。このダンパーでゆっくりバックドアを開けていることがわかります。ハーネスがこれですかね。バックドアの開きが悪い時は、このあたりを一度見てみるといいと思います。ガレージモードという機能もあり、設定1でバックドアの位置を止めることもできます。では、バックドアを閉めてみます。この左側のボタンを押すと、自動で閉められます。ダンパーが大きい分、少し閉めるのに力がいるので、この機能は嬉しいですよ。挟み込み防止機能もあるみたいですね。ラゲッジスペースですが、左側にランプがついています。これは LED ではなく、バルブですね。バルブランプは左右両方あります。また、網をつけるためのフックが左右に2つ設定されていました。コンビニフックのようなものもついていますね。また、サイドに収納スペースもありました。コロコロ置いて、さっと掃除できるようにしておきたいなぁ。では、ラゲッジの板を開けてみますね。まず、後端のラゲッジから開けてみます。おーおー、自然と立てかけられちゃいました。しかも、横側の小さな収納とも敷居がないので、長いものも収納できそうですね。右側だけ敷居がなくなっています。この板はそんなに重くはないのですが、持ち上げると少し不安定ですね。たまたまなのか、ちょっとむしれていたので、オーナーさんは要注意ですね。続いて、前端側の板も開けてみます。あまり収納深さはないですね。おそらくですが、前後で板を分割しているのは、先ほどの後端側を立てかけられるようにするためのように感じます。開けられませんでしたが、さらにこの下に 12V バッテリーが搭載されているようですね。では、続いて、内装を見ていきます。今回紹介するアリアはグレー色を基調としていますね。全体的に、グレーの合皮面積が大きく、リッチな見た目のドアですね。アッパー部から見ていくと、表面が少し柔らかかったため、パッド入りの部品であることがわかります。触ってみないとプラスチックにも見えそうですが、細かいところまでこだわっていることがわかります。ドアコーナー部には、防水性のツイーターが取り付けられています。スピーカーグリルが組子柄なのが特徴的ですね。そして、中央のグレー色の合皮を見てみると、中央には白いステッチがひっそり縫製されていて、合皮との調和を意識していますね。遠目に見ると、ステッチ部で立体感を出ているようにも見えます。そして、インサイドドアハンドル周辺には、シートメモリスイッチが2つ装備されていますね。運転姿勢と仮眠姿勢の2つの用途で使えそうです。特にこの車は電気自動車で、停車中にアイドリングなしでエアコンを使えるので、仮眠する機会が多くなり、このシートメモリスイッチの使用頻度も多くなるのではないでしょうか。ドアハンドルはサテンメッキでマットシルバーな見た目となり、上品ですね。ドアハンドルの形状からも伺えますが、手を引っ掛けた際に握りやすくなっていて、使いやすかったですよ。そして、その真下には、組子柄の穴が開いていて、バックライトでこの組子柄が浮き出てきます。グレーの合皮とも色味が似ていて、相性が良さそうですね。パワーウィンドウスイッチは、ピアノブラックでしたが、基本的な構造やスイッチ配置は、エクストレイル T33 と同じでした。低光沢なマットでも十分かっこいいと思います。そして、リア側に向かっていくと、グレーの合皮がまんべんなく、リアまで巻かれていますね。ドアアームレストだけ合皮でないのが特徴かも。遠目に見てみると、この合皮の贅沢さがわかりますよ。
マイナーチェンジしたノートやキックスで気になっていたプルハンドル部も変な段差感がなく、手で握ってみても違和感なし。また、ドアアームレストを触ってみると、内側のパッドもたっぷり入っていて、側部から触っても柔らかい。けど、柔らかすぎない、ちょうど良い硬さでした。最後にドアロアを見てみると、ペットボトル1本分くらいの容積はありましたが、A4 用紙などは入れ込めそうにない収納がありました。この車で書類を置く場所は果たしてあるのか、収納を除くと、ペットボトル収納を意識した形状になっていますね。そして、ドアの開口周りを見てみると、足元の段差がほとんどなくて、非常に乗り込みがしやすい構造になっていました。カーペットは席底調で助手席まで一体になっていますね。足元中央もカバンが置けるくらいのスペースがあり、ボルクスルーが良いですね。中央の組子柄は、照明になっていて、まるでアンドンのように足元を優しく照らしていますね。シートは、グレー色でスエードと合皮のコンビです。フロント側のシートは、全体的に形状が先進的で、思わず座りたくなる見た目でした。今お見せしているとこはすべて合皮になっていて、背面と座面には、パーフォレーション加工されたスエードが割り当てられています。イメージとしては、靴のニューバランスの表面みたいな感じ。触ると少し毛羽立ち、サラサラした食感です。指の跡が残りましたが、毛先の向きが変わっただけなので、もちろん元に戻せます。パワーシートになっていて、右から紹介していくと、前後スライドと座面の上下移動用のノブが、まず装備されていますね。中央には、背面角度調整用のリクライニングのノブ。そして、腰を支えるランバーサポート。背面下側が風船のように、膨張したり縮小したりしているように見えます。このシートですが、ナビ画面上である設定ができます。この画面への遷移方法ですが、まずホーム画面を開きますね。そして、右側の扇風機みたいなボタンを押して、この空調画面に遷移させることができます。左右独立に空調調整もできますし、SYNC モードにして、両側同時に同じ空調設定にすることができます。それでシートについてですが、ヒートシーターが3段階調整できるようになっていて、シートベンチレーションもついています。リアシートはシートヒーターだけですね。先ほどフロントシートはパーフォレーション加工してあり、無数の穴が開いていましたが、あの穴を介して、空気を吸い込むことで体の蒸れを防止するようです。実際にシートの空調調整をする際は、このシートのアイコンを直接クリックする必要があります。また、プラズマクラスター技術も搭載されていて、CLEAN モードにすると作動するようですね。シートヒーターは後席側もナビで調整できるのは嬉しいですね。人をもてなす上で使い勝手がいいと思います。そして、B ピラー見てみると、カーテンエアバッグ搭載されていることがわかります。シートベルトは、上下に稼働するタイプですね。しかも、余計な部品が外に出ていなくて、スタイリッシュですね。シートベルトは内装色に合わせているのか、グレー色になっていました。あんまりよく見ないところですけど、よく見るとかっこいいですね。室内全体を見ると、こんな感じになっていて、先進性の感じられる見た目ですね。内装色はグレーですが、白目のグレーですね。ステアリングホイールですが、Eパワー車のステアリングと異なり、中央下が抜けていて、少し軽そうな印象を受けました。エクストレイルのステアリングだとこうなっています。ステアリングの右側には、プロパイロット関連スイッチが多いですね。プロパイロットの起動スイッチが、右上部についているのが特徴です。おそらく、車線変更用のボタンがここにあるので、プロパイロットの起動スイッチが、上部へ追いやられたのかもしれないですが、レーンチェンジのボタンが膨らんでいるせいか、少し起動スイッチが押しづらいですね。レーンチェンジのボタンも、そんなに頻繁に押すものではないので、もう少し内側に配置してもいいのではないかと思います。また、ピアノブラック塗装されているので、指紋が残りやすくなるのも気になりますね。こんな感じでマットな方がいいな。ただ、バックライトで、アイコンが白く浮き出てくるデザインは素敵だと思います。右側のボタンは、ナビ操作系がメインで、他社では光らない OK ボタンもバックライト点灯します。このタイプのステアリングだと OK ボタンが光らないです。ちなみに、ステアリングの分解した様子はこちらです。拡大してみると、ステアリングの根元は鉄鋼材料のように見えますね。ハーネスも入り組んでいる様子がわかります。裏面の様子です。実際のこのステアリングを使って、シミュレーションゲームしてみたいなぁ。そして、ステアリング右側を見てみると、スイッチが複数配置されていますね。左側から順に、
リモコン、オートバックドア、運転席スイッチ、即充電スイッチ、オートブレーキホールドスイッチ、ヘッドアップディスプレイスイッチ、ハンドル支援スイッチです。この場所のスイッチって運転中視界に入らないので、できれば駐車中に操作ができるボタン配置にしたいのですが、ハンドル支援スイッチは、ステアリングスイッチに割り当てて欲しかったですね。オートブレーキホールドスイッチは、オンにすると、停車中ブレーキの制動力を自動で保持してくれます。つまり、赤信号で停車した後で、足をブレーキペダルから離すことができます。なので、信号待ちで足をカーペットの上に置いて、リラックス姿勢になることができます。加えて、メモリー機能付きなので、一度オンにすれば、バッテリー取り外しをしない限り、オン状態をキープすることができますね。そして、即充電スイッチは、自宅などでタイマー充電設定している場合でも、そのタイマーを無視して即充電できるシステムのようです。ステアリング左側には、電動パーキングブレーキと ETC の機器がありました。よく見ると、温度センサー用のグリルもありましたよ。見えづらいので、レンタルする場合は要注意です。それでは、ダッシュボード周りを見てみます。まず、A ピラーですが、クロス調の合皮のようなものをつけていました。内装色によらず、このカラーのようです。ダッシュボードの端には、スコーカーとツイーターが配置されていて、もちろん組子側のグリルになっています。そして、運転席前には、ヘッドアップディスプレイ用の開口が見つかりました。よく見ると、シボ柄が少し異なっていて、手前側は少しゴツゴツした凹凸感があり、前側はマットな見た目ですね。そのせいか、ガラスの反射度合いもやや異なっているように見え、マットであまりゴツゴツしていない方は、よく反射しているように見えました。ドライブ動画を撮影する場合は、ダッシュボード上に光を散乱させるマットを置いた方が良いですね。中央で緑色で点灯しているランプがありますが、これは充電状態を示すランプですね。また、室内が明るすぎるのでよく見えませんが、オプションでアドバンスドアンビエントライティングがあり、LED のライン照明がひっそり隠れていますね。プロパイロット 2.0 付け車では、ただの飾りではなく、ハンドル支援作動状態に連動して表示色が変化するようです。カラーごとの意味はざっくりこんな感じです。灰色は待機中、白はプロパイロット作動中ですが、車線維持機能、つまり、ハンドル支援が OFF の状態、緑は、プロパイロット作動中で、ハンドル支援もオンの状態。青色は、プロパイロット作動中で緑色の時の機能がすべてオンで、加えて、ハンドルから手も離すことができる状態。こんな感じで、ドライバーが、視覚的に色でプロパイロットの状態を認識できるだけでなく、助手席に座っている人も、今車がどんな状態なのか把握できていいですね。もうここまで来ると、誰かに運転させて助手席でのんびりしたいなぁ。詳しくは、オーナーズマニュアルを確認してください。そして、助手席の前には、スエードのような肌触りの良い比較が使われていました。ドアの比較ともつながっていて、一体感を感じますね。そして、中央には、シャンパンゴールドの加色が横筋一線に流れていて、その下に、木目のフィニッシャーが装備されています。ハプティックスイッチになっていて、スイッチ部に触れると音と振動でフィードバックしてくれます。スイッチのような押し込みはできないですが、その反面、木目デザインが継ぎ目なく綺麗に搭載できています。ただ、ハザードランプが上部の見えにくいところにあり、はじめ、気がつかなかったし、どう押せばいいのかわからなかった。下側に押し込めるようになっていましたね。左側のボタンで、次の楽曲へ進めたり、テレビのチャンネルを変更できますね。ただ、なんで、下だけでなく、上にも動くのかは謎ですね。中央のボタンは、イグニッションボタンではなく、オーディオのオンオフボタンでした。アイコンが良くないですね。ちなみに、イグニッションスイッチはここにあり、シルエットが同じです。これなら、マイクのミュートのシルエットの方がわかりやすいなぁ。そして、中央のコンソールですが、一般的なコンソールと異なり、インパネ繋がっていないため、前後稼働するスペースがあるためなのか、電動で前後に移動するようですね。このおかげで、肘置き場所が前後に移動するため、シート位置を前後に変えても、適切な位置に肘置きを置けそうです。プロパイロット作動中、特に渋滞時は姿勢を変えたくなるので、シートの前後稼働に応じて、コンソールも前後に自動で動いてくれるとさらに嬉しいですね。そして、電動シフトですが、アンビエントのようなライン照明が白く光っていますね。そして、ここにも木目柄の加色がありますね。この木目デザインは、ミクロの目を持つ職人が、バックライトに照らされるスイッチ部を避けて、道間という気にあるような溝を転写して作成したようです。
だから、この木目は本物のように見えるんですね。昨今の生成 AI も活用して、木目とバックライトが重ならないようにするなどの要件を入力して、車両個体ごとに木目柄が異なっていたら、よりプレミアム感が高まっていいですね。ただ、不思議だったのは、コンソール上部のボタンについては、物理スイッチで押し込み可能になっていました。そのため、このフィニッシャーは少し柔らかくて凹みます。そして、肝心の機能ですが、まず、プロパイロットパーキングがありますね。簡単に言うと、手を離した状態で指定した駐車スペースに駐車することができます。また、アリアの場合は、リモートで車外からでもオートパーキングでき、狭い駐車場でも、車の出し入れが自動でできます。そして、Eペダルがその下にありますね。このEペダルにより、回生ブレーキで減速時にモーターを回して充電することができます。法律の関係上、走行に関わる機能は押し込めるスイッチでないといけない。といったような制約があるとしたら、Eペダルスイッチが押し込めるのは納得ができそうかも。そしてその下側には、ワイヤレス充電のインジケーターがあります。コンソールリッドを上に開けてみます。ロックがかかっているので、ロックを解除しながら上に持ち上げます。ワイヤレス充電の場所がありましたね。ここにもひっそり組子柄がついています。しかし、収納スペースがかなり狭くなっていました。個人的には、スマホは見えるところに置いて充電したいですね。そして、左側の蛇腹構造の扉を動かしてみると、ドリンクホルダーがありました。中央の敷居は取り外すことができるので、スマホなどの長物も置くことができますね。半分だけ閉めることもできるようです。オーナーじゃなかったら、不用意に人様の車触れないので、ドリンクホルダー探しが大変そうですね。多分、ずっと開放してるかな。コンソール下部は固定されていて、前後に稼働しないのですが、ここにケーブルの差し込み口がありますね。電源ソケットもありました。小さな収納もあり、スマホをここに置いて充電することも想定していそうです。ちなみに、その他の収納として、こちらグローブボックスだけでなく、中央にも収納がついています。しかも、奥には HDMI ケーブル端子がついていますね。グローブボックス側は収納奥行きがありますが、中央の収納はボックスタイプになっていて、奥行きはありませんでした。コンソールに収納がない代わりに、インパネ側に大きな収納が設けられているのは嬉しいですね。また、内部に照明がついていて、起毛仕上げもしているので触り心地が良かったです。ただ、この HDMI ケーブルは、どうしてこんな使いづらいところにあるのか気になりますね。セレナやオーラでは外側にありますが、アリアの場合は中央扉を開けっぱなしにしないといけないです。天井周りですが、サンバイザーは、照明は天井についていました。ミラー部のリッドを開くと連動して点灯します。そういえば、サンバイザーの手掛けがしやすかったですね。そして、中央のランプですが、この車はサンルーフ仕様なので、天井ガラスを移動させるためのスイッチもついていました。右側のボタンで室内側のカバーを移動させることができます。左側のボタンで前半分のガラスを移動させることができます。照明は静電スイッチになっていて、このようにランプ部分を直接触って点灯させることができます。中央のボタンはドア連動でドアを開いたらランプが自動点灯するようです。そして、オーバーヘッドコンソールです。中央にはインテリジェントルームミラーがあり、下のノブでモニターに切り替えることができます。後ろのムービー映像が森だったので、たまたま森が映っていますが、結構解像度高くて綺麗ですよね。日産の文字もギリギリ視認できていますね。後席から天井を見てみると、この辺りはやや下側に出っ張っているものの、乗員の頭の位置のスペースは広くなっていますね。今、天井カバーを半分だけ閉じた状態にしていますが、カバーをすべて収納すると、このように室内スペースが少し広がるだけでなく、外の風景が見えるようになることで、室内がより一層広く感じれますね。車内も外からの光で明るくなりますね。いつか車中泊しながら、夜空を見てみたいです。リアシートを見ていきましょう。まず、中央の肘掛けから見ていきますね。肘掛けが開きました。ドリンクホルダーが2つ搭載されています。ラゲッジルームに繋がっていませんね。程よい大きさでしたので、収納する際余計な力はいらなかったです。リアシートは、パーフォレーション加工されていないスエードですね。シートベルトのバックルも綺麗に格納されています。リアシートを倒すとこのようになりました。モノトーンカラーで、グレーの内装色もいいですね。リアシートを倒した状態で荷室長さは、1901mm あるようですが、公式 HP 上では、
助手席側に矢印があるので、助手席も前に移動させた上での荷室長さかもしれないです。先日、エクストレイルでどのくらいの大きさまで、積載できるのか検証してみたのですが、アリアは全長が4595ミリで、エクストレイルの全長4660ミリよりも短いので、車中泊しようと考えて、カタログの荷室長さを参考にするのは少しリスクありますね。170センチ以上ある場合は、体を斜めにして、室内で対角線上に寝れば、寝れるかもしれないです。そして、リアのフロアですが、特徴はシートのレールがフロアについていて、ほとんど段差がないところですね。足が大きいと、足が詰まってしまうかもしれないですが、まあ問題ないと思います。それにしても、このカーペットどうやって取り外すんだろうか。ディーラーで質問したら、取り外すんですかって驚かれましたけど、掃除するとき取り外すけどなぁ。そして、リアコンソールですが、シートヒーターのボタンと充電差し込み口がありました。C 端子と USB 端子のセットでよく見かけますね。ベンチレーターもついていましたが、温度操作はできないようです。この後端まで木目柄で美しい。そして、アシストグリップですが、運転席にもついていて、後席にもついていますね。後席にはコートハンガーもついています。ただ、実際にコートを引っ掛けてみるとわかるんですが、コートの下部がシートについてしまって折れるし、AOKI で買ったハンガーだと、フック部が四角い形状なのでうまく引っ掛からない。なんとか強引に引っ掛けたとしても、ドアから出るときに体に当たって落ちるし、正直いらないと思っています。ここにつけなくても、リアシートのヘッドレストの鉄柱に引っ掛けた方が煩わしくないですね。活用できているオーナーさんの方がいらっしゃれば、ぜひ使い方教えてほしいです。リアのアシストグリップの近くにランプがありました。ボタンがなかったですが、静電スイッチでした。2回押すと豆球みたいな光り方をしますね。また、もう一つ発見したのですが、リアシートから見てみると、このグレーの合皮やスエードが前席から流れてきていますね。一体感があり、スタイリッシュですね。リアシートの座らないと気がつかないな。いかがでしたでしょうか？電気自動車はアイドリングストップという概念がなく、充電されて入れさえすれば、エアコンをかけながら車中泊できるので、いずれ購入したい1台ではありますが、問題は電気代との付き合い方ですね。できれば、もっと維持費がお安くなれば嬉しいですが、今後のインフラ整備に期待ですね。それではまた。